だいぶ近づいてきた。幕がここ二の丸に動かさない。なんか二の丸に入るとこに大手門が。あれな、ほら。めっちゃええ表情やな。すげえな。とりあえず。下に丸隅やぐら、どうしてんかな。今こんなあったんですか。すぐあのね、僕何思ったかというと、この二の丸が大きすぎてね、大きいじゃないですか。大きい形、面積的に。これもう一つの、例えば僕岡山にもいたんですけど、岡山城って多分丸っぽこの中に入ってしまうなと思って。だから3の丸、2の丸、本丸が入ってしまいますよ、多分この中に。これむちゃくちゃ大きいですよね。まあ、今あるこの学校群、全部これ2の丸、ね。そうですよね。今、まあ、そう思う。今ここですよね。そうです、まさにここです。すごいなと思って。ここもすごいなと思って。で、堀が、やっぱりここにあったんですね。うん、だから全然なかったから、まあ埋めたんですよね。それでね、はい、あ、写真どうぞ。ここ電車が通ってますよね。実はね、この模型もね、はい、あまりにそのピックアップしすぎちゃってて、はい、もうちょっと俯瞰的に見ると、はい、よく水戸の様子が分かるんですよ。この地図がそれを示してるんですけど、はい、今の地図の上にあの江戸幕末の町を要素を載せた地図なんですよ。はい、これまさにあのご覧になった、うん、あの薬味も、はい、でこれが電車走ってる、電車走ってる、そして今歩いて来られて今ここ、はい、こういう感じなんですね、はい、これがまさにこの一番広い二の丸、はいはい、で薬味丸、これが本丸、はい、本丸堀があって二の丸があって、この先とまた堀があって三の丸と、で川が見えたんですよね。そう、あ、そうですね、うん、まさにで高台であって、今ここは標高で言うと30メーター、でもすぐこの辺を急勾配で下がって、そうですよね、13メートルぐらいなんですよ。これ台形の地形があったから城作ったんですね、多分。まさに台形の地形です。この川が作った河岸段丘、これかなりあと延々と伸びます、西の方向に。したがって堀はもう西の方向にだけ来てあると。もうこの南北は必要ない。だこれはもう切ってるんですね、わざと。これはわざと切ってる。ここ切ってるんですね。茶竹の時代にわざと作りました。すごいな。うん、だからそこに線路通してしまったんですね。まあそうですね、明治期に入ってから、あ、これはすごいやつんで、そうです、うん、これ湖かあの何かだったんですか、はい、そうです。今の船箱っていうのはこの部分、はいはい、で約 3.5 キロ、はい、これに対して幕末、これ1861年ですね、はい、時は今いる場所よりもさらに東の方まで湖が広がってた、なんか沼なんかちょっと分かんないですけど、まあまあどうしかといえば沼的な意味。勉強になった、教えてもらった。これやっぱりああいう風におっさんになりたいな。8万のことをこうやって資料館作って人に書いてもらって、資料をついて行ってあげたり説明してあげる、ああいうおじいになりたいな。なりたいな、なれるな。7580ぐらいで、あ、ここ師範学校があったんや。市が師範じゃないけど、茨城師範学校ね。おじいちゃんは市が師範だから、小学校幼稚園になってる。さあ、大手門。大手門やね。すごいね。これ二の丸。二の丸の入り口が大手門じゃない。ここ佐竹さんって言ったな。ここに木が生えててんな。土手があってんな。直したな。わあ、でっかい木やな。でけえな、やぐらもんやな、すごいな。あ、やっぱ向こうから向こうからやっぱ堀になっとんや、ここまあまあまっすぐではあるけども、あれ向こうまっすぐやな。でもここ入ってたもん、そこにも門があってまっすぐになってたよな。
ざま、さまが切ってないところにさまが切ってあって、はいね、これ裏から見てるから今表から見なく、うん、あでもこっち火つくてんな、こっちな、だからあの台地を切ってあるね。おーすげーな。これが水戸城の大手門ですか、二の丸のね。いっぱいね、こうほんまはこうあれね、ここをこうここをこうその丸かここをこう入ってね、もう通るしかないのよね、その横のと左は川があって右は沼になっててここ通るしかなくって、でかいなやっぱり、ルーチ開きになっててこのままこれ閉めた後ここに土砂持ってしまうから絶対開かへんねんけども、ここ入ったらここに囲まれてここに門があってマス型になってると、でここでっかい木があってんのここな、すげえな、やっぱ立派なもんやったやんな、これ残ってさ、すごいな、白やな、そう白や、二の丸も入られへんわさ、なかなかでかいな、再建したっちってもでかいな、これな、でけえな、一個一個でけえな、でけえな、ここは切ってんのよね、この台地を切ってるのよね、これがな、それがすごいわ、で上手に便利に道路通したりとかさ電車通したりしてんのよな、すげえな、すごい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 、こっちが三の丸やけど、ここにさっき見たどうかいな、ね、よしよし、腹減ってきたぞ、入口は左側です、ここは行動館で、接種行動館に入ることになるね、成明さんの7番目の息子が、吉徳川吉吉野、ね、ここで学ばはって今どこや、ここやな、追っても追っても追っても、よし、ここかあ、どれほど乗ってんの、ん乗ってんのやったけど、ここ吉野子さんな、吉野子さんここで学ばれましたと、道を広げる、道が道を広げる人を育てるっていうのは行動感ね、道を育てる人を育てるね。県庁が置かれた頃の県庁になっとったんかいな、そういうことよくある話じゃない、っていうことはカウンター作られたりとか結構改造されて、保存が結構あったですね、なんでこんな保存があんねんっつったら改築されてたっていうことが結構あるのよね、ちょっと見てみよう、行動感についてね、多分コロナからもうビデオとかあかんのちゃうかな、板書、板書があってんな、板書があってんな、広いな、広い広い、ここから入ることになる、
っちみちあれか五条院にあるんだけど百名城ステンクか、まあ、だからこんにちは。なんか写真とかビデオとかは、はい、左回りで最後の展示室だけはご遠慮させていただいておりますが、はい、ありがとうございます。あと、あ、わかりました、入ります。左回りで、最後のところから大丈夫ですかな。この辺、結構乗れなくて歩いていいんかな。すげえな。ここはもともとやな。長官さん。結構欲しい。これもやけど。地震でもだいぶやられてたかもな。これね、せっかくお庭をきれいにしてあるの。あかんのかな。あかんのかな。でも。お庭は歩くためにあるからな。今日も言うてんけて。こんな日に見学できてほんまよかった。すごいな。ここは校庭やな。風刺場の土手に。なんか演舞したりとかさ、なんかいろいろするんやな。なんかそれっぽいな。それと、あ、ここ歩けるわ。なあ、気がさまって。だからこういうのもめでな。すげえな、ゆかりがあんやろな。すごいね。すごい。すごい。すごいね。大事情ほら、うん、よーありがちやな。ここで、あっこで
ここでお殿さんが先生がいてて、ここでえいってこうやるような場所や。すごいな、ほんまにそんな場所やな。ほんまのそんな場所やな。よく考えた。ここにも建物があったよな。こどこ知らんけど。あったんや、建物があったよね。すごいな。すごい。すごいな。また広い。広い。これちょっと。行かんといてくれということなのかな。うん、でもすげえな。マリブルタリでここちょっと回りしたら中入るしも、広いな。広いっていうことを見に来たわけちゃうねんな。けど立派は立派やな。古いし立派やし、建物を見に来たのは、そう400年前の学校のこの建物っていうのはすごいけどな。すごいな。武家屋敷でもこれぐらいのやつ結構残ってるけどな。綺麗やな。400年じゃないやな。1800年生まれやからな、成明さんは。まだ200年。あ、成明さんが150年ほど前やろ。その時の子供の時やから、まだ言うても200年ぐらいか。昔の武家屋敷なの。何これ、ちょっとここ出れるようになってんやけど。あ、ここ出れるし、この向こう側まだ何かあるぞ。何あれが、これもあれかな、行動館の一部やな。あ、ここはここまでか。これ何やろな。何かあるな、そっちな。神社かなんかやな。なんとか神社、鹿島神社。ここから入れますね、そらすい、うん、すげえな、これも周りもこんな人、これも歴史やなぁ、せやけど、ほんまにすごいなぁ。さすが水戸やもんな、僕が御三家やもんな。そらすやわ、こっから将軍さんでやろう、上からやもんな。すげえわ、ほら、月影ごめん、これ今12月の終わりやけど、これ2月とか来たらもうすごいやろな。まあ、長い人生やからまた来れるわいさ、また来るわいさ。うん、今今年はステップの年やったな。すげえな。そっか、学ぶところに来たか。そういう意味ではわしちょうどやな、今今年学びまくってきたからな。これからも学びまくるからな。そういうところに、そういうところにお城の店やけど、そういうところに来たっていうのがすごい。売店やもん、売店。中に入る前に売店にいるっていうのどうかやけど、一応見ていこう。コップとか特急品持ってるやんか。見とかな。うわ、いいやな。笠間焼きっていうのは、笠間焼き焼き物だ。あ、ありがとうございます。焼き物なんですね。焼き物じゃなくてね、うちは拓本っていうのが本業なんです。そうなんですか。ここ拓本って書いてますもんね。あのこれで、はい、昔ですから印刷がないんですね。はい、それで版木にみんなね、お殿様の書とか、はい、先生方の書が彫ってあるんです。あ、それは昔だから一枚一枚取るんですよね。はい、取るんですけど、どうぞ見てください。あ、はい、ありがとうございます。なんか有名な
なんか言葉みたいなのがあるんですか。みんな有名ですね。みんな有名ですか。これ、はい、先生、脚本を手に入りしたんですよね。でこれですと、行動環境は自分で道を広げなくちゃっていうのが一行なんですよね。全部文があるんですけど、はい、行動とは何か、人が道を広めるなり。その隣のは、はい、絵画展のお茶室にあるんですけどね、はい、交差節制に光るって言って、あのごまかしているようなことを尽くしなさい、日常の生活でね。あとしたら東郷先生の誠の子です。誠は人の道徳で、いろいろあるんです。だから1しか売ってない手の紙。ちょっと一つもらいますね。ありがとうございます。全部は買えないので。全部いい文句ですよ。ただ色がね、コント、はい、ブルーとか。どうするんですかね。これ使わないですよね。もったいないですよね。そうですよね。はい。まあでもこの言葉を見るために飾るんでしょうね。行動関係はね、やっぱり、はい、言葉選びがどの言葉を買うかが難しいですね。そうですね。書体でお選びになるか。ああ、これ分かんないですもんね。そうですね。はい。交差って上は作品ごまかしですね。はい。で、誠を尽くすって先生ですね。はい、うん。そうですね。そうなんですよね。ちょっと編集は珍しいですね。誠を尽くすか、ちょっとあれなんかちょっと考えます。霊書って言うんですか。霊書、はい。それ反僕っていうみたいなのがあるんですね、もともと。はい、拓本って言いましたね。拓本、はい。大学時代は印刷がないんですよね。はい。それで山桜の版木に彫ったんですね。はい。で、版木に彫ったのを、勉強したんでしょうね。はい、ありがとうございます。はい。まだ行動館の中入ってないんですよ。入ってないです。来てぐるーっと外回ってここ来て。ありがとうございます。この中に大きな、ね、はい。4メートル5メートルの。はい。あ、そうですか。あ、でこの行動関係はもう一つの先のあっちの鐘の方にあるんですか。あります。後ろに見れるんですか。行動の中にあります。あ、わかりました。分かってないですけどね、はい、窓ぶとうでついてます、ね、そうですか。それで、何回も震災にあったり何か崩れちゃいましたけどね、木が見えないですけどね、一部にしかね、はい、崩れちゃって。あ、そうなんですか。わかりました。あ、そうなんですか。ちょっと覗いていただけると。それがこれの元なんですか。そうです。あ、すごいな。へえ、ありがとうございます。はい。うちのはやっぱ普通のお家用に当時作った版木なんですね。はい、山の蔵に持ったんですけどね、はい、行動館のはなかなか普通のお家かけられませんから、建屋が大きいですから、はい、だから行動館木、行動館の中の行動館木は火から取ったそのものです。大きいです。床の間も大きいですしね。あ、そうですか。床の間ですしね。へえ、立派ですからね、日本遺産ですから。意見のところまでポンって書かれるような行動感ですか。へえ。昔のものの建物ですからね。じゃあちょっと建物の中見させてもらいます。で、一回外から出てもう一回ぐるっと回ってさっきの、はい、外まで行って以外行くんですね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。なんか寒いかもしれない。みんなそう言われますね。はい、行ってきます。ありがとうございます。拓木の行動換気を買いました。なんで行動換気って道を開ける、そのなんでかっていうと、わしコンサルやるからね、自分も勉強するけど人にも教える立場になるからさ、それを考えるとやっぱり今日行動換っていうところにこう導かれて、こういう教えを受ける、でそれを拓木をそのことについて書いた、ね、道を開ける、人を育てる、勉強する、そのことについて
こんにちは。建物抜いていただいて、はい、こちら口ばかりますね。左回りで待って、最後だけ撮ったらダメって。そう、展示室、はい、撮影禁止です。それ以外がいいです。こちらは撮影大丈夫ですので、はい、はい、ありがとうございます。曲がらずまっすぐ進んでくださいね。はい、すごいね。さっき見たここが、うわ、ここか、2軒の、そっか、これが行動関係じゃん。2軒のどこの間に作っちゃったもんな。そっか、はい、2台、うん、ね、でもな、これさっき市役所ってなってたよ。市役所にずっと買われてたって言ってるから、なんかちょっとその後でも見つけたろうか。みんな丈夫に扱ってたんやろな。ここだけ畳がないねんな。お前と畳あんのかな。うん、いいですね。ちょっと外に出ようか。うん、いいね。いいですね。うん、あ、いいね。あっこや、あの学校どう。あれあれ、中入れるわ。よし、これ。これです。すごいな、店長。うん。これ。掛け軸、行動換気費の拓本。それのあれやつ買ってきた。これね。よしよし。これ。これが見れるちったね。すげえな。すごいな、この拓本。これ一番の紙材でどうする。ちょっと悪いけど、こんなやで紙、一番紙座に座るっていうのは、どこの魔法線にしてさ、こんなんやで。よし、行こうか。あ、すげえな、これさ。このでかさは、そこら辺の後ろの5点よりでかいんじゃないの。今奥やな、これ。何や、湯道の便所。うん、まあそれ使ってたよな。行動か、便所、ここが便所3室からね。成長の大便、奥は大便、中央は小便、手前は手を洗うとか、うん、ここが手で、これが小便で、こっちが大便な。何百人いてるか知らんけど、こんなの少ないやろ。このも1個くらいでは。藩主専用の湯戸の戸で、やっぱ藩主専用やな。うん、やっぱ藩主専用やな。これね、お風呂ね、日本人は綺麗やからさ、綺麗だけど、すごいね、すごいね。うん、やっぱり奥、さっきもそうやけど、ここがお殿さんの生活の場なんや。これ5点やで。行動感言うてるけど、多分こっちは勉強やけど、5点やで。これはこれ行動感やで、5点やで。これトゲさん、綺麗な足跡がない、うん、ここが5点ですよ。あ、これ5点やで。違うな、二の丸にすごい5点やったから、5点は5点で
すごいね。あれ、ここはもう取ったらあかんところ？一時廊下じゃなくてここ部屋ね、こんな。ここか、ここからこう見えねえな。ちょっと遠いかな、すげえ勉強が減るな。こうやって書く。すげえな。全国のお殿さんとかこっちが勉強する部屋。そういうことやな。勉強するエリアやな。でもここも市役所として使われてるな。ここも建物やな。なんていうの、ここ取ってきてるの。ここ展示してるから、ここは取ったらあかんやろ。ダンプシここに水戸藩士がおるやろ。ここにおる水戸藩士と戻ってきたここに立てこもったやつがここで10月かなんかにあれやっとんねんな。行動家の戦いって、鉄砲の弾の跡もあるし、あちこち実は建物がいっぱい燃えとんねんね。なんか医学館とか、あの時にここでの戦い、こんなところでやったらほら燃えるわな。めちゃくちゃしょんだけど、目と鼻の先ここまで戻ってきてここに立てこもって水戸藩とやり合うっちゅうやつももうアホやな。結構だから燃えてんのよね、中が。いくつかの建物がこのドサクサに持ってなんていうのか、ここね、孔子廟、孔子廟、あ、文館跡、ここいっぱいあってんな。藩校時代梅林地区代というか文館があってんな。ほら、行動家の戦いで消失しましたってさ、むちゃくちゃやね、こんなことすってやな、明治館ね。こんなことすってやな、燃えて思ってやな、ここにこんなあったのに、お前。これ再建したんじゃ、これ。まあ、ちょっと見てみましょうか。ここに結構お城の史跡があるわ。八景堂、金見市、清張、太地城、さっきここ足座ってずっと見てたんや。現在地孔子廟、これから孔子廟行って、激門、よしよし、孔子廟ね、学生継承、太地城がもう先で、これはあの中ね、これ行ってきたから。そう、こんな感じね。おすすめ順番、現在地土塁、斜め行って土塁行くか、通路、復元、行動完全、ここも行動館やったよな、ね、広い行動館やったよね。土塁、そら土塁ですわな。だけど報道館にやけどさ、小口、
行動館に言うても、これ立てこもったこと見ても、行動館っていうか、もう白やん、これ。中は学校やけどさ、な平和な建物違うで。あ、これ何やねん、とか、せっちゃうねん。もう、これな、ドリフ空振りやろ。これは、ほら、向こうに続いてるやろ。これ、行動館って学校言うてるけど、白やからな、こんなもん。ねえ。あ、岡島神社とかになって。こんななって。でどうせこの上にあの何ていうか土塁の上に塀が立ってたからさ、完全にもう三の丸の城やもんな、これな。もう分かって学校や言うて作ってるけども、完全に何かの備えで作ってんやろな、成垣さんさ、うん、声からこんなとこ立てこもられてしもてんな、という使い方されてさ、こうしよう、入れへん、どこらしかちょっと見られへん、見れへんやろな。だからさっきの一瞬あれがあるんやろけど、しゃねえな、これな、すごいな。私これに墨塗ってあれ取ってんねんな、タクバクをね。すげえ、すごいすごい、ちょっと見て、これや、ここにあるんだよ、ここにあるのよ。このお堂自体はいいけど、この中の石がね、さ、入れるかな、暗いな、暗い、いいかな、なんとなくわからんな、あ、でもなんとなくあるな、すごい、この中にあんねんな。それの家庭版のやつの卓木をの手ぬぐいをわしはさっき買うてきて、うわ、ここにあるわ、あ、これ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 こ、うん、ここさ、はしゃあないやな、背面コンクリートはだだだだコンクリートだから割れんようにしゃあないから、もうコンクリート塗ってもらったやな、この上に。ああ、興味浮き上がりを生じるなど気づや結出、ああ結出したんや、あ、露天にさらされていた、はあ、へえ、だいぶんとこまでなってんな、へえ、綺麗になってるやんか、そういうことね。ここに書いてあるわ、すっぱりな、うわ、大震災でこんなになってん、いやー、だけど、直してな、えらいな、うん、これをな、その拓本をな、今日校で帰ってきてるから飾ろう。道を開けるものを教えると、ちょっとまた勉強しよう。道を開けるってどういうことかっていうとさ、あ、これもあるな、やっぱり教えること、学ぶことの大切さ、道を開く、この時代に、学ぶ、教えることが目的じゃなくて道を開ける、うん、道を開けるっていうことが目的なのよ、 Y なのよ、うん、その度に学ぶ、教える、学びの場みたいなあって、そのもっともっと大切なのは道を開ける、この中にその時にの視線、心の問題なんだよね、うん、だからそこの心構えが、あの自分の覚悟となって行動に現れて結果になるのよね。私はもう今そういう覚悟してるからな、とか特にの当にしてるからな、今からするわけじゃなくて、もっと喋ってたら笑われるから、今とこ、超連続講座があったよな、ここまで向こう行こう、
ね。これも行動館の中のね、関連場だったりバーだったりするんやけど、でここが向こう側が土塁に出るけど、これもほら土塁やん、完全に土塁で、もう城郭やん、城郭そのものやん。この上に土手塀があったんやろしさ、広いわ。これ日本一広い総合大学っていうかさ、当時のって言うてるとそらそうやけど、城やこれは。お城ですわ、これ城を囲む土塁ですわ。茨城県三の丸庁舎っていうね、これは行動館の、うわほらやっぱりこんなもんごっついもんあったよね。これ土塁、土塁やろ、得意やな。ほんとここに橋があったやろ、うわごっついな、なんやこれ、なんやねんこれ、もうむちゃくちゃ広いがな、こんななっとんかい、えぐいな、なにこれ。これ行動館って学校やで、学校ちゃうで、言うてる、何回も言うてるけど城やで、これえぐいな。中堀が2つもある、現在地、中堀、あ、さっき中堀、中堀、中堀ってどんだけ頑丈やねこれ、なんやねんこれ、どんな頑丈やねん、どんな学校やねん、これいいよ、こんなもん降りたら上がってこれへん、こんなもんどうするよ、こんなもん、へえ。へえ、そうですか、こうなってますか。